で、江口さんと宮野さんは、江口さんがかわいそうでした。本当にもうそれに限る。もうこの二人はそりゃそうでしょう。本当に可愛いですよ。わかりやすいこの力関係が出てる。まあだって他人行儀ですからね。ああ本当だ。イチャイチャルーレットをしたの。そうしてましたよ。何イチャイチャルーレット。でも本当に可哀想でしたよ。うんそれしか言えないな。本当に。この間さ、うん、打ち上げがあったでしょ。ありましたね。の作品のね、はい、打ち上げがあったんですけどね。はい、そちらでもあの別にカメラも何も回ってないけど、ずっと江口くんは宮野くんにいじられてましたね。ですよね、本当に。なんであんなにいじられるんだろう、江口さん。わかんない。もうなんかあるんですかね。なんだろうな。やっぱりね、我々特にこのフリートークのね、場を作りをしてるとね、いじられる対象が一人はいないとね、成立しないんです。ああ、でも盛り上がりますもんね。これ難しい、難しいんです。あ、確かに確かに。そうなるとね、江口さん選ばれてしまいましたね。でもなんか私びっくりしたのが、うん、あの打ち上げの途中にやっぱご飯とか食べるじゃないですか、うん、で宮野さんが口かなんかにご飯をつけたのかなんかわかんないんですけど、さっとあの江口さんが来て拭いたんですよ。ついてるよって。すごくないですか。当たり前のにさっとして、うう江口さんって何なんだろうって。イチャイチャルーレびっくりしたんです。いやすごいですよね。ラジオを返して何かあったのかな。ね、わかんないです。まあ普通の多分ちょっとついてますよって言ってちょっとさっと拭いただけなんですけど。そう。はいはいはい。びっくりしました。びっくりですね。それはそんなん見たら俺引いちゃうわ。いやいや仲良し。まあ6月にイベントがあるって。そうですよ。ある噂ですからね。まだわかんないですよ。噂？いや、やりますよ。ある。やるって言えばやるんです。やるかもしれませんけど、あの、まあ、そちらでもね、江口くんがね。あの非常にどういうふうな扱いだというか楽しみにしてきて、ね、来られる方はね、ちょっと江口ファンの方は絶対来ないでくださいね。いや怖いエイジだわ。やめてください、やめてください。